願いします。はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは。産業現場東京大学のフリスです。このセッションは何かロングリードの名前が入ってますから、ちょっと今度ロングリードの単純な紹介してます。最近流行っているロングリードはバイオとパクバイオとナノコアの例があります。ロングリードのプロパティはロングですよ。でも、それは嬉しいことです。でも残念ながらシークエンシングエラーはまたちょっと多いです。これはちょっと難しいです。ロングリードの、プロミシング用途は、たくさんあると思います。私は今日この2つにフォーカスしたいです。このフェーズ、ジェネティックエラーのフェーズとリアレンジメント、この2つの、例えばフェーズの意味とかは後で紹介します。でも、ロングリードデータを使ってこういう解析をするために、最初の面白い解析をするために最初のちょっとつまらない段階は、リードをレファレンスゲノムにアラインすることが必要です。最初はどうやってリードをゲノムにアラインすればいいですか？昔から30、40年くらい前からこういうアライメント方法がありました。結構、リーズナブルなアライメント方法だと思います。このアプローチは2つの段階があります。1つ目の段階は、こういう確率を決めなければなりません。これはデータによって違います。例えばナノコアとかのデータの中に、A は G になる確率とか、サブスティチューションエラーとか、とガップがある確率、そういう確率があります。こういう確率決めた後で、もし、配列データがあれば、こういう、配列データがあれば、確率考えながら、アラインします。確率なるべく高いアライメントをする、なるべく高いアライメントを使いたいです。この方法は、何十年前からありましたから、今の、most accurate アライメント方法だと思います。もちろん、if があります。この私たちの使う確率は、必ずこのデータの本の確率に近いはずですよね。そうじゃなければ、良くないアライメントに。だから一つの問題は、どうやってこの確率を分かりますか？私たちは最近、数ヶ月前こういう論文を発表しました。ラストトレインというソフトは、こういうパラメーターがこういう確率を分かるソフトですね。そのソフトの多分入力が、データがアウトプットはこういう確率のパラメータです。だからこのソフトを使った後で、このパラメータを買って、きれいにアライメントを取ります。例を複数紹介します。このラストトレインを使って、例えばパックバイオとミンナイオのナノコアのパラメータを計算して、これはローライクリフズレーシオですから、これは確率ではありません。トランスフォーメーションなんですけど、でも、データによって違いますよね。例えば、ミンナイオン、R9.4 とか、例えば、デリーションとエザーションのプランとは結構違います。ファイアは全然違います。これは全く関係ない。これは、ヒューマンとマウス、ゲノムのアライメント。これは、ロングリードと全く関係ない。クイーン、アライメントのプランで計算できます。これもちょっと関係ないの。パールクリップもちょっと特別な。次世代データの個別の種類だと少し個別な何かミューテーションの率があります。でも、いろいろな用途があります。こういう確率のアプローチを使えば、こういう計算もできます。これは2つの配列のアライメントです。でも、例えばこの A はこの G にアラインしましたですよね。でも、この A は本当にこの G にアラインすれば正しいですか？例えばこの A は、ここにいればいいかもしれない。この部分は正しいアライメントは誰でもわからないと思いますから、でも、
このところの正しい確率計算できます。このところは分からないですから確率は低いです。その例えばここに確率は 99%、 この部分はリライアブルです。だからもし例えばあのスニップの予測とかしてくれば、こういうリライアビリティの情報は大切と思います。まあ少しリライアンスについて話しましょう。今この、まあ、もう少し面白い用途に戻りたいです。最初このフェーズングについてあの話したいです。じゃあこのフェーズングという単語の意味、説明した方がいいです。普通 の、 あの人間の細胞は核染色体2本があります。1本はお父さんから、1本はお母さんから。だから例えばこの染色体7、まあ、2本ありますから、まあ、例えばこのところに1本は A があります、もう1本は C があります。このところで1本は G と1本は T、 もうこういう、まあ、この情報があれば2つの可能性があります。この2つ、この A は C と同じ、すみません、 A は G と同じ染色体、それとも逆に A は T と同じ染色体。この2つの区別がフェイジングと言われます。でも、まあ、この距離は長い可能性がありますから、ロングリーはまあ、プロミシングですね。こういうフェーズングについて。だから、こういうソフトを最近作りました。論文発表はまだないです。でも、このソフトは、まあ、ソースコードは多分いうやつですからね。このラストジノタイプというソフトは、まあ、リーツ統計、まあ、リーツ統計のアライした後で、まあ、ラストジノタイプの推測は、このリーツ統計のアライメントをあの解析して、このラストトレインの確率も考えながら、サブスティチューションフェーズングを予測します。簡単に言うと。これがラストジノタイプというソフトです。まあ、テストをしたかった。まあ、テストデータは私と関係ない、この、まあ、何かナノコアコンソーシアムという人たちが、まあ、ナノコアデータをあのウェブにパブリッシュしました。これは、人間一人からの DNA のゲノムの30フォールドカブリッジ の、まあ、ナノコアリードデータがあります。まあ、だから私は自分のパイプラインでこのデータを使って、この人間一人の、まあ、スニップとフェーズを予測しました。でも私の予測が正しいかどうか知りたいですよね。でもこの同じ人間は多分何年前、イルミナデータであの、まあ、頑張って解析ありました。でもこのイルミナ、まあ、これはイルミナとプラチナという、まあ、データセットがあります。でもこのプラチナデータセットはイルミナシーフズで、この同じ人間だけじゃなくて、本当の両親と多分、ちゃんとしない弟と妹とかシーフェンシングして、だからこういうあの親戚のデータもありますから、あの、まあ、フェイジングの、まあ、別データでフェイジングの、まあ、ハイアキュレス予測になっています。だから私の予測はこの、まあ、何かパッチなというものが分かりました。これはあの代表的なナノコアリードアライメントです。上はナノコアリードとしたレッスンスキルにアライメントしたところですけれども、まあ、少し小さいですけど、でも結構、まあ、インサーションとデリーションが、まあ、多いんです。まあ、だから、シークエンシングエラーは、まあ、結構あります。だから、こういう、まあ、アライメント見れば、まあ、素晴らしい、あの、バリアンス予測は難しそうと思いました。まあ、本当にどのくらいできるかますか。でも、まあ、もし、例えば、カバレージは、1本だけ、B の1本だけあれば無理ですけど、カメラ30フォールドありますから、多分何かできます。結果は私は非常にびっくりしました。私のパイプラインで、あの、50万の、まあ、フェーズングペアを予測しました。その50万の中に、10個だけ、あの、いろんなパチナと違います。
最初はちょっとアンベリーブルぐらいに、私のイメージはイリュージョンはそんなにアキュレートじゃない。でも私は、ちょっとアンベリーブルで、本当にこのイリュージョンな結果が出ました。アメイジング。ポイントはこの、データも解析も全くインディペンデンス。ナノコロプラスラスキュのタイプ、BS、イリュージョンプラス。実はイリュージョンのどういうのがソフトを使っているかないと、全くインディペンデンスソフトを使っているのまあ、ほとんど 100% 同じ結果になりました。これは非常にインカレージングです。それはステイジングの話でした。今、最後は、私は一番興味あれば、この DNA シークエンス・リアレンジメントです。これもロングリーズのすごいプロミシングなアプリケーションです。もうちょっと、リアレンジメント、考えた方がいいと思います。配列の DNA 配列の進化のプロセスはこういう、こういうプロセスがあります。一番単純は、サブスティチューションもちろんありますと、ディリーションよくあります。デュプリケーションもよくあります。これはもう少し面白いです。このスポンタニアスジェネレーションの意味は、この赤い配列は親配列がありません。魔法みたいにゼロから来ました。これは珍しいです。大体の配列は親配列から進化します。それは珍しいです。ポイントは、デリーションとインサーションは何かアシメトリーがあります。リアレンジメントの可能性もあります。インバージョンとか、そして、トランスロケーション、イリゴのリアレンジメントと、多分ビルスのインサーションの可能性もあります。大体配列の進化はこういう、プロセスがあります。だからちょっと配列の進化を考えたいです。この図でアンセスター配列1本から、子供配列2つ進化しました。じゃあもし例えばこの配列 B と C を比べば、非常に難しい可能性があります。もし配列 B も C も、デリーションとデュプリケーションたくさんたくさんあれば、この B と C の進化の関係は非常に分かりにくくなる可能性があります。これは、インジェネラルはすごい難しい問題です。でも、もしアンセストの配列があれば、このデライとアンセスト配列を比べれば、比較的に簡単です。これはすごい、結構面白いポイントだと思います。まずならば、アンセスター配列は、もちろん lineage specific なデリーションとデュプリケーションはもちろんありません、アンセスターですから。だから、デライブ配列の各部分は、必ずアンセスターのユニークのところから進化しました。例外は、スポンタニアスジェネレーションだけです。スポンタニアスジェネレーション以外はすごい結構シンプルな感じの、デライトアンセスの関係は比較的に簡単です。これは面白いところ気になります。でも普通に残念ながらアンセス配列がありませんですよ、ね。でも、こういう例があります。例えば、ガン DNA を解析すれば、もしガン DNA をレフェレンスゲノムにアラインすれば、進化のクリーン関係があります。ガンの DNA は大体進化は非常に早いです。だからレフェレンスゲノムは本当のアンセスターではありません。アンセスターに、アンセスターに近いですから、アプロクシメイトリーアンセスター。だからこういうデータ解析するとこういうアンセスターとドライブの関係を考えば役に立てるかもしれません。結局、アルゴリズムを作りました。このアルゴリズムは、この部屋にいる川口さんのお手伝いでしょう。このラストスクリプトというアルゴリズムは、デライト配列の各部分をアンセスト配列の、確率なるべく高い部分にアラインします。例えばこういう可能性があります。この例があって、ディプリケーションもあると、デリーションもあると、この珍しいスポンタニアス。ジェネレーションがあります。こういうつまらない可能性もあります。リアレンジメントなしになったら、こういう可能性もあります。なんでもあります。
この方法もノンリーグであのテスト、全く同じテストデータ使いました。人間1人の7個リード、7個リードをレフレンスゲノムにアラインして、リアレンジメントにあるかどうかちょっと興味がありました。問題点はレフレンスゲノムはアンセストではありません。だからちょっと、アンリライアブルです。今回のソリューションは、チンパンジーとゴリラゲノムと分けました。各リアレンジメントの領域で、もしその領域で、ヒューマンレフェレンスは、チンパンジー、それともゴリラと同じアレンジメントがあれば、その場合はヒューマンレフェレンスのアレンジメントはアンセストラのはずです。だからその時は、レフェレンスはアンセストラですから、こういうリアレンジメントはリライアブルのはずです。こういうアプローチを使います。結果は、結局140のリアレンジメントを見つけました。すみません、この研究は、work in progress ですが、私はまとめはまだありません。でも、面白いリアレンジメントの例を紹介したいです。例えばこういう例があります。これは、レフェレンス時の線状体リンゴというのは、3キロベースの軸分ですね。これは7個リード1本、2本、3本。こういう、アライメントがあります。ノーマルなアライメントで、この部分はデュプリケートされて、ここにインサートしました。これはノンタンデムデュプリケーション。リード3つは同じリレーションとされています。こういうノンタンデムデュプリケーションはたくさんあります。こういう例に載せます。これは小さなインバージョンがあります。インバージョンが大きなデリーションの中です。これはちょっと簡単なインバージョンだけじゃなくて、ちょっと面白いインバージョンパスデリーションの例があります。これはもっと複雑ですよね。これは大きなデリーションがありますが、でもちょっと複雑なこういうフラグメント。3つがあります。だから、このリアレンジメントのメカニズムは妄想しかできないですけど、でも私の理解はちょっと小さなクロノフリプシスみたいなリアレンジメントだと思います。私の妄想は、この領域はシャッターになります。たくさんのファクトになって、そのたくさんのフラグメントはなくなったファクトもあります。だからこのディリーションがあって、もう残りフラグメントはランダムの順番にリンチョレイしましょう。こういう例があります。これもちょっと面白いです。スライドもう少しだけです。これはタンデムヘプトゥプリケーション。多分日本人はヘプトゥプリケーションという単語を見たことです。私はイメージしました。これは7回のタンデムデュプリケーションがあります。ビールパーツがすごく大きいです。これは私の一番好きな例です。これはジーヌコンバージョン。緑のストライプは、レフェレンスゲノムのエクソンアノテーションです。実は、この左の3つのエクソンは、ヘモグロビンガマ1、右はヘモグロビンガマ2です。このアライメントを見れば、このヘモグロビンガマ1のこの部分はデリートされて、ヘモグロビンガマ2のこの部分にリプレイスされました。この言葉は DBCLS のガマ1にリプレイスしました。こういうミューテーションはジーンコンバージョンと言われます。それは昔から有名なプロセスです。でも、このヘモグロビンの遺伝子は、こういう領域は、奪わされて、これは本当の何か機能とか、機能と関係あるかどうか分かりませんけど、面白い可能性があります。この部分は有名なので、ちょっとびっくりしました。この例は、この2つの遺伝子がパラロープですから、このアライメントを正しくする、そんなに簡単じゃないです。ちゃんとした確率を考えているアライメントです。他の論文で言ったラインは、この例が
できないと思います。だからこれはもう、まあ、白熱ベースの場合ですので、なんかあった大事なことだと思います。まあ、最後 のアイディアはすみません、このスパイクはちょっと反応させるレスティングスキルにしました。でも、デライブとアンセスターの配列アライメントは非常に優しいですから、もしレフェレンスのゲノムはアンセスターゲノムはもし作ることができれば非常にメリットがあると思います。ブラックのレフェレンスより簡単ですから、これは、まあ、いいアイデアだと思います。以上です。質問ありがとうございます。